2020年に残る仕事残らない仕事の話になるんだけども、うん、残る仕事は機械ができないコンピューターとかロボットができない仕事だから実は牛丼屋の店員とかあと居酒屋の店員っていうのはね、うん、なかなかデジタル化できないやっぱ注文とかそういうふうなやつはパッドとかでできるんだろうけども、あのー、そういう接客っていうのは俺ね まず向こうう年ははロボット化っってていいのしんんどと思だだからそんなにもし悩むんだったら接客の方に行っちゃった方がいい今だったらまだギャラは高いからでも仕事が安くてきついうん安くてきついんでいいじゃん。なんかあの安くてきついって思うんだったらば、えー、自分の生活レベルを下げればいいと思うんだけどね俺自身なんだろうな自分の生活レベル下げてるもん変な話だけどもああこ なんもう何年も前からあここから先はそのバブルの時代とかもそうだし20世紀もそうだったんだけども年収を誇って楽しい生活とか豊かな生活っていうのをするんじゃなくてどれぐらいこのミニマムに生きれるのかっていう方が面白くなるだろうなというふうに思ったからね接客はスストレスでハゲるそれはね接客の中にまだねさっきのあの学校の先生問題と同じだよ。 つまり接客の仕事の中にまだ自分っていうのを持ち込もうと思うからストレスではげちゃうんだよなでそうじゃなくて自分っていうのをさっき言った生活をミニマムにするのと同じように自己主張とか自分っていうととか自分の生きがいっていうのをいかにミニマムにするのかっていうのができればそんなに俺ストレスはないと思うよ。あのゼロとは言わないんだけども不必要な本来こんなこと言われるべきじゃないっていうふうなことはなくなってくると思う。で 逆に言えばそれでもストレスがあるんだったらば今接客ってあの安くてストレスが多いことが有名だからもういくらでも求人があるじゃんだからちょっとでも嫌なことがあったらバンバンやめて別の接客に行っちゃえばいいと思うんだよ、まあ、そこら辺だと思うだからワタミに行くのも俺悪くないと思うしワタミで2日目に嫌なことがあったらもう2日目でやめちゃって別のところに行っちゃえばいいんじゃないかなというふうに思うななんだろうな。 その、なんだろうななんだろうなだからさなんだろうななんだろうななんだろうなでなんだろうなではねまたバイバイ。